今回はモンベルのツェルトフライシートを紹介します。本体重量は 250g、 袋も入れて 280g のすごくコンパクトなタープです。正確に言うとツェルト用のフライシートですが、小さなタープとしても使える製品です。モンベルに行って見つけました。サイズは 220cm×200、 ほぼ正方形、とっても小さなタープです。付属品としてこちらの自在付きの2メートルのガイラインが4本ついてきます。最初は四隅に付けてあったんですが、使わないと思って外してます。素材は二重デニールポリエステル、スタッフバッグは結構ギチギチで二重ロックタイプ、内側にも口がついています。二重で伸びるスタッフバッグ、中心のリッチラインのところにはこんな金具もついてます。中心には縫い付けあり、中心にガイドラインもついてます。自在付きの、仕組みが分かってないので設営してみます。最初にサイズを測ってみますと 1,2,3 3.5歩、 3.5 歩3歩ぐらい、 3歩 3.5 歩、 1,2,3、これでもいいんですが、向こうの木でやるか。中心をここに持ってきたいので1歩半、適当な紐、これでいいか。こちらも片結びで、向こうはちょっと長め、短いか、これとこれでいいや。いけるか。リッチラインをピンと張るときはトラッカーズヒッチを使います。一度引っ張ってこの辺に引き溶け結び、輪っかを作って入れるだけ、これだけで通して引っ張る、ぎゅーで、ピンピンに貼ったら押さえて、でここでまた引き溶け結び、これでロック、本結び、ループに対してスクエアノット、こういう結び方、誰でも知ってる簡単な結び方で、キュッとするとほどけなくなります。風強いな。これの延長上ないからペグかな。打ったペグに通して返してループに通すだけ、これで引っ張られる、で引っ張ったら引き溶け結び、これでロックです。でループに戻して、
設営するとこんな感じです。 2.2 メートルあるのでそこそこ大きいです。普通にタープとして使えそうな感じ。 2.2 メートルに対して2メートルあるので下の方までカバーできます。チェルト用っていう感じの形です。内部を見てみますとリッチラインがこれです。これを貼るといいのかな。貼ると真ん中にリッチラインができるようです。本来はチェルト用のフライシートですがミニタープとしても使えそうな製品です。今回はモンベルのチェルトフライシートを紹介しました。 2.2×2 メートルです。で重さは 280g。